小田和正小田和正の作品一覧生まれくる子供たちのために生まれくる子供たちのためには1980年3月5日に発売されたオフコース通算18枚目のシングル生まれくる子供たちのためにはアルバム 3&2 からのシングルカット曲でアルバム収録曲と同内容後にベストアルバムセレクション1978から81に ビル・シュネイによるミックスで収録されたほか、ライブバージョンがライブアルバム、ライブに収録された。この曲アートに、オ田がシングル、確かなことのカップリング曲としてセルフカバーした。ヒットした、さよならの次のシングルとして、この曲を発表した経緯を、小田は、こういう曲をシングルにするっていうのは、やっぱり、盛り上がった時にしかできないでしょ。普通の時に出していたら、 良い曲だけど地味だって言われるだけ。そう何回も何回もラジオなんかでかかるっていう曲じゃないしね。で、この時期にそういう曲を出して次の活動につなげていきたいんだよね。これはオフコースのテーマというか僕自身のテーマなんだよね。日本はどうなっちゃうんだろうという危機感って前々からあるでしょ。でも結局、公害道の こう乗っていっても、そんな騒ぎはすぐ下火になっちゃう。それで郊外が実際に下火になってるか、というと逆にエスカレートしてるわけだよね。日本人って、そういう部分で飽きちゃうんだ。それを自分自身でも意識しているべきだと思うんだ。そんな意味ででしかったのね。みんなが、これを言葉でどういう風に理解するかわかんないけどね、と、リリース当時のインタビューで答えていた。 1979年秋のコンサートツアー 3&2 では、この曲の演奏中、ヨットのイメージフィルムがバックに映写され、その1コマがセレクション1978から81封入のブックレットに掲載された。この海に誓っては、1978年8月にレコーディングされていた松尾和彦のリードボーカル曲。この曲が彼にとって、 オフコースへの初提供曲となった。ジャケットはハードケース仕様で、地面には上半分に生まれ来る子供たちのためにの歌詞、下半分にメンバーの集合写真がそれぞれ掲載され、この海に誓っての歌詞は掲載されていない。生まれ来る子供たちのために、生まれ来る子供たちのためにこの海に誓って、この海に誓って、生まれ来る子供たちのためには、 2002年11月20日に発売された佐藤畜前通算5作目のシングル。後にコラボレートカバーアルバムコーナーストーンズ2にも収録された。2002年8月にリリースされたスキュープとのカバーコラボレートシングル天の川に続いてリリースされたカバーコラボレートシングル第2弾。本作では作者である小田和正をプロデューサーに迎え、1996年の プラスワン以来の本格的なコラボレートとなった。この曲ではセリフパートに松高子、ハーモニカにトゥーツ、シールマンスがそれぞれ参加した。1979年当時高校2年生だった佐藤は友達の家に集まっては夜中まで生まれ来る子供たちのためにをよく聞いていたという。この曲について佐藤は当時の僕は洋楽を聴きつつ邦楽は オフコース一色でした。いわゆる恋愛の歌が多いオフコースの中で、ここまで直接的なメッセージソングというのは初めてだったんで、すごくハマってしまったんです。オフコースで好きな曲はたくさんあるけど、これはその中でもベストに入る曲ですねと、この曲への思いをインタビューで語っている。この曲をカバーするきっかけは、 前年2001年の全米同時多発テロで、その時真っ先に思い浮かんだ曲が、スティービー・ワンダーのある愛の伝説と生まれ来る子供たちのためにだったからだという。小田さんがこの曲で歌ったことは、日本でも世界でも未だに実現されているとは言えないじゃないですか。だから、より一層力を持った曲にもなっていると思うし、いつかカバーしたいと思っていたんですよね。そして、この思いを、 直接織田に伝えたところ、プロデュースも引き受けてくれることになったという。ボーカルダビングに際し、マイクの前では、子供たちに向けてひたすら歌っていたといい、テロの問題でも、僕の中では、子供対大人みたいなところがあって、最終的に犠牲になっているのは子供たちだと思うんです。精神的にも子供たちが、じわじわと犠牲になっていく。世の中はこういうものなんだ。 とも意識に植え付けていく、大人の意識で子供たちが踏みにじられていくのを最近強く感じるんです。この歌を歌ったことで、今の自分の憤りだったり、逆に子供たちに対する思いが非常に強くなりましたね。そこの部分をこの歌で伝えたいというのはありましたと、この曲に託した思いについて語っていた。生まれ来る子供たちのために、真夜中のギターのバラード生まれ来る子供たちのために、 生まれ来る子供たちのために、真夜中のギターのバラードスタッフ、生まれ来る子供たちのために、は、日本のバンドバンクバンドの一作目の配信限定シングル。2005年11月1日から同年11月30日まで、iTunes ストア限定で発売された。収益金の一部は、AP バンクの環境プロジェクト支援のために使用される。生まれ来る子供たちのために、バンクバンド、 5時16分、レッドリボンスピリチュアルソング生まれくる子供たちのためには、日本のチャリティーユニットエイズチャリティプロジェクトのシングル。2007年11月28日にワーラーミュージックジャパンより発売された。通常版のみの1形態で発売。2008年5月までの期間限定生産。ラジオ DJ の山本周の呼びかけに賛同したミュージシャンによって、 制作されたチャリティーソング。12月1日の世界エイズデーに先駆けて制作され、売り上げ利益は日本エイズストップ基金に寄付された。アートディレクターは中島康夫。レッドリボンスピリチュアルソング生まれ来る子供たちのために5時51分レッドリボンスピリチュアルソング生まれ来る子供たちのためにカラオケバージョン5時51分この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 この海に誓ってに関するカテゴリレッドリボンスピリチュアルソング生まれくる子供たちのためにに関するカテゴリありがとうございます